バレリアス・コージューズ・バレリウス・コルドゥスは、ドイツの医師、薬学者、植物学者である。画期的な薬局方、薬方書を表し、死後、ニュルンベルク氏によって出版された。また、エーテルの合成を行ったとされる。エアフルとか、ヘッセン州のカッセルで生まれた。父はルター派の医師、エウリキウス・コルドゥス、国際薬学士、山川浩二南江道ウィキメディア・コモンズには、 バレリウス・コルドスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。